りますよ。すげえ。桃感がすげえ。パッシーの気楽サイクリング。はい、おはようございます。コッシーです。今日は、野田市に新たにリニューアルオープンする、フルーツカフェに行きたいと思います。今野田津にいるんですけども、野田津からすぐ近くなので、開店時間に合わせて行ってきたいと思います。それじゃ行ってきます。私一番遅いんで一番遅い。一番どうぞ。はい、一番守ります。はい、じゃあフルーツカフェに向けて出発です。突き当たりを左に行きます。そのまま道なりに行くと流山街道に出るので、流山街道を右に曲がります。で、右に曲がると、すぐにねファミマがあるので、ファミマのところを曲がります。はい、左折です。はい、ここを左です。もう歩道で行っちゃいます。お、花輪が出てますね。ここを入っていくのかな。いやいや、自転車は左側みたいです。お左。はい、フルーツランド木任せさんに到着しました。こういう感じで外にテーブルとか椅子も用意されているんですけども、建物が2つありまして、左側が、スムージーとか、ケーキとかの、販売してる方 で右側が、直売所になってるんですけども、直売所の中にもテーブルとかがあって、夏場とか、暑い時とか、あと寒い時なんかはこちらで、飲食することができるようになってます。はい、それでは店内です。こちらになります。はい、ご覧ください。いらっしゃいませ。おはようございます。せっかくだからカレーフルーツ入ってる方がいいかな。そうですね、ぜひ。カレーはいい。ソフトクリームと、はい、ソフトクリームが1つ。はい、あと、桃のスムージー。桃のスムージーが1つ、はい、以上でよろしいですか。はい、お会計が1100円。はい、注文ボタン押します。はい、注文ボタンを押して、ハーンも乗せてね。で、乗っける。ウィーン。ぐるぐるいますよ。すげえ、全自動。ありがとうございます。ありがとうございました。すげえギミックこれ。ソフトクリームです。ちょっとやりたくなっちゃった。じゃあ溶ける前に早速いただいちゃいます。みんなに甘いソフトクリーム、おいしいよ。あ、おいしい。すごいな。いや、これ絶対でもね、子供喜ぶよね。あ、うまい。お客様、お待たせいたしました。桃スムージーです。失礼いたします。ありがとうございました。おいしいよ。桃スムージー来ました。じゃあ。
隣の方のテーブルに行きたいと思います。逆さ？逆さ？高校があったのこれ。出口こっちです。わみ、あ、本当だ、わみって書いてある。レモネード。これがイチゴのドーナツ。ではいただきましょう。これ、なんだっけ、レモネード。レモネードもちょっと一口いただきます。あ、外クリーム食ったんだから、いっぱい。はい、桃のスムージーをいただきます。桃感がすげえこれね、これね、桃感が半端ないです。どうですか、そう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 、すごい、そう、どうぞ。すごい、桃、あ、アイスでちょっと味覚がやられてるんで、もうこれ本当ね、桃そのものです、これ。こっち側から感じてない。しかもこれね、果肉がすごいゴロゴロ入ってる。あ、いただきます。いちごのドーナツです。あ、これもうまい。そう、なんかすごいなんかふわふわしてる。野田やつから10分かかってないですよね。ね、多分ね、7、8分ぐらいだと思います。野田津から昼野田津でカレーを食べて、食後のデザートでここに来るのも多分、ね、おすすめだと思います。うん、美味しかったです。ごちそうさまでした。こちらカットフルーツのコーナーですね。5種類850円、3種類550円、あとネーブルオレンジが450円です。でこちらはフルーツにちなんだいろんな、なんかグッズが販売されてます。あ、お皿ですね。でこちらはフルーツの直売です。マンゴー、あとリンゴとかバナーナとか、まあ、これもマンゴー、これさっきのより大きいですね。あと桃一玉520円、いいな。パイナッポー560円。アールスメロンで、あ、種なし巨峰、あと小玉スイカ、反対側には 4L のスイカも置いてます。ネーブルオレンジ、シャインマスカット、ゴールドキウイ、梨香水ですね。でこっちが、グリーンキウイ。はい、こんな感じで、野菜の直売とグッズとカットフルーツも置いてます。こちらトイレです。なかなかね、
とても綺麗で、しかもね、広いです。こんな感じです。個室は一つしかないんですけど、あの広くできてるのですごく快適です。はい、今回はフルーツランド気まかせさんにお邪魔しました。どれもね美味しいので、ぜひ立ち寄ってみてください。野田伊豆から自転車で10分も離れていないので、はしごしてもいいんじゃないかなと思います。動画の方はこの辺で終わりにしたいと思いますので、今回も、ご視聴ありがとうございました。少しでも参考になったよという方はグッドボタンの方よろしくお願いします。お気楽サイクリングでは、グルメ情報とか、絶景情報、あとお財布に優しいアイテムなんかを忖度なしでご紹介していきたいと思ってますので、もしよかったらチャンネル登録の方もよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。